身分証お願いします。どうもニスグです。今日はライジンランドマーク神戸大会の感想動画を撮っていきたいと思います。じゃ あの MMA だけで今日はキックボクシングなしで、キックボクシングなしで MMA だけで、あ、分かりました。ありがとうございます。じゃあ、早速やっていきます。第1試合目、中村優作選手 VS アルマン・アシモフ選手。大丈夫ですか？序盤からダメダメじゃないですか。その中村優作選手とね、これ対戦相手のアルマン・アシモフ選手が確か体重オーバーでね、そう、2キロちょっとオーバーしてた。しかも全くそれを気にしてないだってその体重オーバーして大阪観光して試合してたよね。知ってる？え、マジっすか？うん、インスタアップされて大阪観光してた。やばい。このアルマン・アシモフ選手が、うん、なんか僕が聞いた話だと、うん、普段全く練習しないらしいんですよ。全然練習しなくて、で、うん、試合のオファーが来たらファイトキャンプみたいな。だから普段は地下格選手じゃん。そうっす、何もしてないって言ってて、それであれ強くないじゃん。パンチめちゃくちゃ強いなと思って、うん、でもなんか寝技はあんまりやってないのかなっていう印象があったっすね、うん、スタンドばっかだった。寝技はだってさ、ずっとそれこそ毎日練習しなきゃ、うん、うん、覚えないっすね。うん、なんだ。そう、それを僕聞いたんでびっくりしました。僕も試合見てましたけど、うん、これはすごいね。ザ・ストリートファイターって感じですね、これは。あの、食いながら撮影していいんですか？うん、大丈夫だだから、体重も気にしないし、練習も気にしないし、うん、そう、もうギャングみたいな感じだったっすね。あんな優しそうな顔してるのね、うん、ぶっちゃけさ、俺試合はさ、間に合わなかったんだよな、一試合目。あ、見てないですか？見てない。感想動画最低っすよね。じゃあ、会場にはいたんだけど、はい、いろいろ挨拶とか回ってたら見に行けなくて。僕この試合は見てましたね。そう、俺でもハイライトは見たけど、はい、いやでも それだったらすごいね、その、あ、足も太いしすごいな。いや、観光してるのは試合前ですよね。観光してるの試合前に観光してたね。いや、すごいな、肝っ玉が座ってます、ね、すごい。いや、なんかそういう話になっちゃうな。でも俺は中村優作選手を応援したからさ、はい、よかった、日本人勢が勝ってよかった。なんか共通の絡みとかはあったりするんですか？なんかね、もともとヤシャボー君が、はい、あのロードトゥ USC 出る前に大阪から、ね、はい、東京来たばっかの時にクラブ遊びに来て、はい、ニートなんでセキュリティ使ってくださいとか言ってきた時に、中村優作選手も行ったのよ、一緒に。ヤシャボ君と。マジっすか？そう、クラブ遊びに来たの、はい、グリーンランド。すごいな。そう、それで絡んだぐらいで、はい、あとは全然ないけど、まあ、でもベテラン選手ではね。あ、まあ、そうです、ね、何やってもうまいよね。はい、まあでも基本的には主に打撃。あ、そうだね、ストライカー、うん、日本、はい、なんだっけ、日本憲法だっけ、なんだっけ、日本憲法かなんか。そうだよね、やってるんで。やってたか。うん、まあだからこれはなんか KO 負け以外は負けなかったから、よかった、とりあえず勝って、うん、大丈夫ですか？はい。じゃあ次、2、3がキックボクシングの4試合目、久保優太選手と高橋亮吾選手。あー、うわ、これはすぐりさん階級同じですね。うん、しかもなんか高橋亮吾選手はパンクラスだから今。あ、そうっすよね、うん、前回がカットで試合止まっちゃったやつですよね。あ、そうだね。そうっす、パンクラスで。で、それも負けちゃったんでね、判定変わって。そうっす、判定で3ラウンド目に試合が止まって、でその後それまでの判定で、うん、で勝ったんですけど、そこから覆されちゃってダメージとして取られて、うん、で高橋涼子選手負けちゃったんで。負けてから、それもかわいそうだよね。なんかね、急にそんなんてどんな気持ちになるんですかね。いやでももう切れてんのかな、感情。なんかもう、いや、なんとも言えないです。僕だったら勝ってるのに負けたって取られたら言葉が出なくなる。まあ確かにその感情がちょっと想像できないけどさ、はい、この試合はどうです？同じ階級。いや、俺は意外に高橋亮吾選手がめっちゃ打撃当ててたなと思って。最初1ラウンド目確かダウン取ってますね。そうだよね。そう、ダウン取って、でだから俺は多分 MMA になるとさ、自分も分かると思うけどさ、めっちゃキックの距離と MMA の距離ってやっぱ違うじゃん。全然変わってきますね。だからそれで多分高橋涼子選手最初やってたけど、でもやっぱ久保選手ってめっちゃ打撃の頭いいからさ、もう IQ ファイター。その3ラウンドになったらもう完璧久保選手のあれになってたね、うん、打撃とかも距離も。なんか蹴りもすごい
高橋涼子選手カーフキックメインで攻めていく選手じゃないですか、うん、だって途中なんかこう久保さんがカットしたかなんかでこうやって今痛かったでしょみたいな、あ、試合中アピールしててやってて、いやすごいな。いや俺は逆にあの大晦日ドミネーター君に、はい、カーフキック蹴られて痛いそうな顔したら痛かったでしょって言われたもん。試合中に試合中に言われたもん今聞いたでしょって言われたもん。でも実際に聞いてましたよ、ね、あ、そうなんだ。そうっす。でも本当に久保優太選手ここでかいよね。 MMA のこんなトップ選手、日本のトップ選手さ、いやでかい。しかも日本代表もして世界でワンチャンピオンシップ、ね、試合してた方なんで高橋涼子さんは。パンクラスで一番戦いたくないなと思ったもん。それにまさか久保さんが今4連勝目かなんかじゃないですか。そうだよね、はい、3回4連勝。久保君最初のさ1戦目が太田忍選手っていうのがちょっと相性悪すぎるじゃない、うん、あれがもう相性最悪ですよね。本当にそこ負けて、でその後柴田、あ、柴田とやって不運が続いてからの3連勝です。俺はさ、久保選手よりもさ、サラがさ、え、お前も知ってる？知ってた？六本木の時サラ遊びに来てたの。いや、知らないです。10万字ずっと来てたよ。いや、マジっすか。うん、いや、全然、多分その時はもう来てないんじゃないですか、僕が働いてる時は。それか僕が会わなかっただけです。六本木で俺もユウもサラ仲良かったからさ。あ、本当ですか。そうだから俺も久保選手の時はさ、サラが歌うのかとか、サラに注目してしまうよね、試合前は。試合前の久保さんが入場してる時に、うん、その、まあ、サラさんが出てきて、あの、うん、モニター映って、で、まあ、こう、すごいやってるわけですよ。ね、その後ろで、ストラッサー選手が、サングラスしてる後ろでこう、いや、なんかなんとも言えないね。それ、でっかいモニターで映し出されてて。テンションの違いね。だって試合決まったんだけどなくなっちゃったじゃないですか。そうだよね。まああれはまあな、運ばれちゃったんだっけ、イゴール君。なんか病院搬送されたって聞きました、ね、僕は。まあでも3キロオーバーだっけ、そんぐらいだっけ。3.25 って言ってましたね。3.25 か。でもなんかみんなはさ、多分知らない人から聞いたらさ、やる気ねえだろうと思うかもしれないけどさ、そもそも水抜きってやっぱ5キロぐらいするから、うん、落ちないときはマジで落ちないからさ、まあそうなっちゃうよね。そうなっちゃうんですか。いや俺はないけど、1回も俺もないけどさ、はい、まあ、だから水抜きが完璧計算と合わなかったんじゃない。まあなんか何なんですかね、その体調壊してたみたいな話もちょっと聞いたんですよ。そうなんだ。試合前なんかそういう状況とか、まあ、それは後で喋ればいいんじゃないですか今。まあ、とりあえず久保さんがスプリットで2-1っすね、うん、2-1で判定。でも久保選手はこれめちゃくちゃでかいと思う。次誰とやるんですかね。え、どうなの。それこそトップ戦線と絡んでくるんじゃない。もうちょっとで、で高橋選手はここ絶対落としたくなかったよね。だと思います。ライジンでやり続けるんだったら、はい、いやーかな。お互いの身体が見えますね。うん、すごいあの MMA 好きのファンが喜ぶ試合だったね、うん、あれは。めちゃくちゃ面白かったです。うん、でした。じゃあ次行きましょうか。うん、第5試合、貴健心 VS コーディー・テラペック。その外国人の選手知らないけど、なんかほぼ KO 勝ちの選手だったもんね、確か。5勝ぐらい。そうだよね。5戦ぐらいしか逆にしてない選手でしたね、確か。まあ、なんかパワー対パワーです。うん、でも、貴健心選手って、もう見るに見るにさ、どんどん強くなってるの分かるじゃん。うん、だから、あれ、今回初の勝ち。初ですね、3連敗。ライジン出始めて3連敗かなんかをして。そうだよね。で、その後、だ 4戦目で初勝利ですね。でも前回だってもう怪獣みたいな選手の名前と言った時は勝ったと思ったけど逆転負けだったもんね。ガス欠っすね多分、うん、途中ガス欠して。でも今はなんかタイガームエタイでタイの方で、はい、練習してるっていう、結構聞いてましたね試合前とかは。でなんかその強くなってる持ち味じゃないけど、どんどん強くなってるのそのまま試合で出せて勝てたって感じしたよね。こんなでっかい体重であんなパンチ出されたら死に合いますよ、僕らが。なあ、どんなもんか想像もつかないね。い死にますよ、本当に。昔のだからさ、無差別で戦ってた人すごいよね。いや、すごいです、本当に。本当にすごいなと思います。貴健心選手、おめでとうございます。じゃあ次、行きましょう。第6試合。僕の大ファン、金太郎選手 VS 大嫌いとイヤー。あ、ファンなんだ。僕ファンです。金太郎くんでもかっこよくない？やっぱ鼻あるし、その名前も覚えやすいね、金太郎、ね、覚えやすいですね。俺もアウトサイダーの時から一緒だったからさ。
関わりはあるんですか？それこそその大阪の共通の知り合いがいたからさ、はい、それで金太郎くんと会場あったり喋ったりし、もともとしかもパンクラスだしさ、金太郎くんもでめっちゃいい子で、で試合も花あるし、なんかで最近なんか調子悪かったのかな、あんまりあれだったよね、うん、あれ ATP 行かれてましたよね、確かに。あ、そうだよね、はい、行ってました。それも知ってますね。でも俺金太郎くんの試合で思ったのは、3回ぐらい決めれるとこ絶対あったじゃん、うん、あんなにいいパンチ持ってるのにやっぱ決定力じゃないけど決めきれないっていうのはちょっと惜しかったよね。ちょ、僕が何とも言えないですね、そこに関しては。あ、いや、そ、いや、そのさ、その、しかもその、そうじゃなくて、絶対倒せたじゃん、バーンって言って。それ、俺がすごい思ったのは、俺サッカーボール蹴りとかさ、大晦日、やられてましたね。行ったけどさ、はい、その、ドミネーター選手も最後まで行ったけど、はい、やってよかったと思う、やっぱり。うん、その、だってあそこで起きてきたら、めっちゃもったいない、俺もったいないなってめっちゃ思いながら見ててさ、あれじゃないですか、スタンドにこだわりがあったんじゃないですか。なんか倒してそのまま失神させたるみたいな。まあでもそっからパウンドバーンって言って失神でもいいじゃん、ね、だから ATT 行ってるからこそそういうその最後まで決めるっていうのは、うん、あれ必要だったんじゃないかなっていうのはもう、まあそうですね、うん、でまあでもやっぱりでも金太郎くんやっぱすごいよな、左超速いよね。速いです。なんか僕が見てた感想ですけど、うん、なんだろう、やっぱパンチってこう、まあ距離感だったりとかもいろいろあるじゃないですか、うん、距離感探って探って当てていくみたいな、うん、もう金太郎選手はもう、まあ、距離感とかももちろん触りに行ったりはもちろんありますけど、うん、全部が 100% でパンチも振り回す系だから。確かにあの何十パーセントとかじゃないよね、バカーンって感じで全部100です。もうすごいなと。やっぱパンチって思いっきり振り回すとこっちも疲れるじゃないですか、打ってると空振りしたりしたり、自分の重心でこう自分のパンチで振り回されたりとかも全然あるんで、うん、金太郎くんってそれやりきるよね、結構ね、5分3ラウンドやりきってますね、すごいなと思います。すごいよね、はい、いやだから金太郎くんのすごいいいところがさらに、うん、なんかレベルアップしてて、その、まあ、試合としては圧倒的に勝ってたよね。そうですね、圧倒してましたね。金太郎選手も連敗脱出かなんかじゃないですか、うんうんうん、ですよね、津田連敗脱出されてました、ね、いや金太郎くん面白い試合するから、これからもなんか強い選手どんどん見たいね。いやそうですねじゃあ次行きましょう。次が、第7試合柴田モンキー優也選手 VS アセン君山本アーセン。いやあれはなんかちょっとしょうがなかった、しょうがないしかないよね、もうね。その柔術黒帯じゃん、黒帯ですね、して超ベテランだからさ、はい、ああいう大舞台も慣れてると思うけど、まあ、あれなんとも言えないよね。だって柔術黒帯の人にさ足取られたらさ、もうなんか膝十字でしたっけ、だっけ、膝かな確か。いやあれはそのどうすることもできないよね、うん、そのここをもうすればよかったとかあんまないじゃん、もうあの状況になっちゃったら。ないです、もうあそこまでキャッチされるとね、そこまでされないっていうしかないじゃん、うん、もうそこの対応が、まあでも柴田選手がなんかうまかったのかなっていう、まあ、そう確かにあれはうまかった。普通になんかベテランのあれが出てたよね。うん、ありましたね、本当に。で、アーセン君のいいところってあの勢いじゃん。あの勢いをうまく引き込まれて、うん、持ってかれた感じだったよね。そのままやられちゃった。だからもうあれは本当にもう、まあ、そのモンキー選手あっぱれみたいな感じだったよね。うん、お見事っすね。でもな、なんかアーセン君やっぱり最近めっちゃまた強くなってきたのね。なってますね。なんかここで落ち込んでなんかうーってなってほしくないよね。また上がってくると思いますよ、でもアーセンは。ね、あ、そっか。レスリングね。そうです。楽しみにしてる、アーセン君。で8試合目が、これは喋られますか、さっきのイゴール田辺と。試合自体はなくなっちゃったんですけど、試合自体なくなったからもしょうがない、うん、で休憩挟んで、第9試合レイナ選手対新ユリ選手。うん、新ユリ選手めちゃくちゃ美人だったね。いやそうっすね、でも体もやっぱすごい切れてるなと思って、うん、体重これ足りてんすかね、49キロ。なんか49キロあるようには見えなかった。確かに身長高いけど細かったね。はい、細かったです。やっぱり俺思ったのは、もっと俺レイナ選手が打撃で圧倒するかと思ったの、うんうん、でも結構プレッシャーかけてたのはやっぱり新ユリ選手ね。めっちゃかけてましたね。すみません、ティッシュってありますか、すみません。で、やっぱりそのコリアンゾンビって言われるのが分かるぐらいさ、どんだけやられてもずっとプレッシャーかけ続けてさ、あのかっこいい、なんか
俺女子の試合なのにかっこいいと思って見ちゃったもんね。本当ですか。新百合選手の試合な、結果はレイナ選手は勝ったけど、なんかまだ何試合か残ってるじゃん新百合選手って、多分契約でも書いてたんだけど。あ、本当ですか、うん、でも次誰とやるんだろう。すげえ楽しみな、うん、お互いに次誰、なんだろう、そのもうこれは仕方のないことですけど、ね、やっぱ女子選手って男子に比べると人口が少ないじゃないですか、うん、まあはいな、だからやっぱこうやる人が限られてきたりするっていうのもあると思うんで、うん、次誰とやるんですかね。あ、でもすごい面白かった。あの俺あんまり女子の試合見ないんだけど、はい、めっちゃ面白いなと思って、うん、めっちゃ面白かったですこの試合は。大体綺麗な人ってパコーンってやられて終わっちゃうイメージだったから、綺麗だし強いし、よかった。じゃあ次行きましょう、第10試合、井上尚弥選手 VS 佐藤翔子選手。もうそのそれこそ格闘技ファンがすごい、これだよ楽しみだ楽しみだってすごい騒いでた試合だよね。これ3-0じゃないですか。あ、3-0だったんだ。確か3-0です。これはどう思いますか。僕は見てて、うん、でそれで試合動画も見返したんですけど、うん、まあ、最後のテイクダウンして井上選手が、うん、でハーフかな、うん、マウントかななんか取ってたんですけど、うん、そこの部分を取ったのか、まあ、ジャッジの意見だったんですけど、まあ、あれはでかかったよね。でも、はい、確実にだそこが仮に なくて、まあ、タラレバーですけどスタンド勝負でずっと終わってたら、どっちに転んでも別にファンのみんなも選手両方も納得する試合だったんじゃない。そうだね、あれは本当にあの3ラウンドの最後のあれが決めてたと思う、絶対。あそこが決めてた。だってパンチの被弾率も多分お互い一緒ぐらい、うん、最初は直樹くんだったけど、はい、もうあからさまにやっぱりその2ラウンド目中盤っていうかさ、後半はあの佐藤選手、翔子選手が当ててたし、はい、もらわなかったじゃん。でプレッシャーもかけ続けてたから、うわこれどっちなんだろうって時に、はい、あの最後の最後、あれはでもうまかったな、お互いにうまかったなと思って。ね、うまかったね、めちゃくちゃうまかった本当に。予想以上のなんかそのテクニック対決になってたよね。そう、面白かったその試合。いや佐藤翔子選手すごいね、やっぱね。いやもういぶし銀がすごい、あれもうそのままじゃない、めっちゃぴったりだよね、いぶし銀ってね。確か多分笹原さんが決めてんのかな、こういうの。あ、そうなんだ、うん、いや俺グラップリングバンサー以外が良かったなそれ X かなんかでメンションした方がいいですよ。本当に書いてくださいっつって、書いてみよう、もっとかっこいいのがいいなって書こう。じゃあ次、第11試合、武田浩二選手 VS 萩原恭平選手。ああ、玉袋武田選手玉袋選手はいやでも俺が心配したのはやっぱり打たれ弱くな、その軽量か体重落としたことによって打たれ弱くなる、うん、と体力が無尽蔵なのにそれがどこまで削れるかっていうのを俺心配したの。でも俺は軽量の時点で、あ、やっぱこいつ顔でかいままじゃんと思って、そんなに打たれた分弱くなってないぞって俺ちょっとそこ安心した、はい、玉袋選手はで玉袋選手、玉袋選手安心して、ただその、ま、体力の面でどうなのかなって思って、うんうん、そしたらさ、もうそれを心配する以前の前にさ、あのローブローもらっちゃったんで、もらっちゃってさ、してローブローってぶっちゃけその感覚だから本人しか分かんないけどさ、あんな声出すぐらい痛がるってことは相当だなと思ってさ。あれはそうっすね、だって俺もさ、その阿部大地のさ回し蹴りをさ、あの腹のミットで受けててさ、腹のミット受けてっから俺このファールカップしなくて、うん、そしたらさ回し蹴りだから別にこの上下どこ来るか分かんないじゃん。で思いっきり当たってさ、俺もソフトボール見たくなったの。マジで動けないもん。歩くできないですよね。そうそう、これ本当に、うん、触れないようにこうやって歩くしかないぐらいとんでもない、うん、でもさ、あの痛がり方はそういうことじゃなくて、後から武田に聞いたけど、あの血尿やばくて吐きまくってってことは、俺も同じ症状だったから、うわ、あの状態1ラウンドだよね。1ラウンド、いや、あれで俺3ラウンドすげえなと思ったしてさ、戦い切ってまあ勝ったじゃん。まあでもぶっちゃけ武田のスタイルとか関係なしに、うん、もうチン、あのあれあんだけローブロー食らったら勝つ方法誰でもあれしかないじゃんそもそももうあれはそうですね。なんかまあでもそのさ、ローブローってさ、みんなさ、一般の人はさ、俺すげえ嫌だったのがさ、うん、X でさ武田がどうのこうのってさ、勝ったけどどうのこうのって書かれてるの見てさ、一般の人って
金的多分もらったこと絶対あるよ生きててね。でも格闘技ぐらいの勢いで絶対食らったことないからさ。ないないと思いますね。そうっすね。だからさ、あのそのなんだっけ、鈴木選手胃腸炎の痛いのがずっととか言ってたけど、うん、マジでとんでもないじゃん。だってあの痛さレベルで言ったら妊娠の時の痛さ超えるってもん、痛いうちは。あ、そうなんですか。そうそうらしいよ、その痛さって。だからその状態で、その俺はまああの堀口選手とさ新龍選手の試合を思い浮かんじゃって、うわセミで、あれサミングですよね確か。あそうそうそう、あそうサミングだ、あれ、はい、だからさ俺それを思い浮かして、うん、あんな痛がり方だったらいやこれセミなのになと思ったらさ、うん、でもさ俺は玉袋選手が玉袋はやめた方がいいと思います。玉袋選手が俺あのファンに鍛えたの、ファンの声援、武田コール聞こえた、うん、聞こえました。あれで俺答えたのはすげえかっこいいなと思った、うん、だから俺武田の試合で俺一番今までかっこいいなと思ったのは、まあ、ジョニー・ケース選手の試合がよかったけど、うんはい、俺は前回のあれが一番かっこよかった。あ本当ですか。やっぱそのファンに答えるプロっていうか、うん、戦い切ってしかも勝ったっていう、あれで負けてもしょうがねえよってなるはずだけど、やっぱ勝つってとこがすごいでかいね。ありがとうございます。いや本当にあれはかっこよかったな。じゃあ次行きましょう。これメインですね、うん、メインがホベルト・サトシ・ソーザ選手 VS 中村圭太郎選手。いやもうサトシ選手が強すぎたね。なんかこの僕見てたんですけど、うん、あ見てたって言っても見返したんですけど YouTube のやつで、うん、その中村圭太郎選手がなんだろう、こうもともとウェルター級とかで USC で試合してたじゃないですか、うん、まあもちろん階級を落とすからこう体つきも、まあ、筋肉量も絶対落とされてると思うので、ちょっとこうまあわかんないですけど、うん、打たれ弱くなってるんではないのかなと。あそれは絶対あると思う。僕はちょっと階級されてるし、はい、見てにしてもやっぱりサトシ選手強かったね。いや1ラウンドですよね、うん、あれもう絶対的王者っすね。だってなんだろう、まあ、雷神の各階級のベルトあるじゃないですか、うん、だいたいベルトが第何代、うん、フェザー級が確か第7代ぐらい。フェザー級毎回変わるからね、うん、でライト級は初代なんで。あ初代なんだ。変わってないです。まあ、ライト級グランプリは除いてですけど、グランプリは武蔵選手が取ったんで、それは除いて、そのベルトはそのタイトルマッチ、まあ、しっかり正式に認められてるチャンピオンベルトはサトシ選手がずっと。いやかっこいいよ。ついてる。いやだってさ寝技とかもさ、やっぱりクレベル選手も強いって言うけど、サトシ選手は異次元って言うもんね、うん、ちょっとズバ抜けすぎてて。クレベル選手はもう手も足も出ないみたいな。らしいよね。話を聞きますね。想像つかないけどすごいね。それで打撃こんだけ強くなってきてさ、うん、いやその俺はもう日本人とかじゃなくて、それこそ俺海外の大会で見たいもんな。そういう意味ではあれピットブル選手とやりましたよね。でもあれもさ、急遽じゃん。急遽です。急遽のオファーだとさ、うん、気持ち入ってなさそうに見えたもんだって。そんなに去年やってましたね。だからしっかりとしたオファーで、それこそベラトルの人たちと勝負してるの見たいよね、うん、いや見たいですね。まあ、今後どうなるか楽しみですね、うん、楽しかった。メインらしい試合だった。で今日はこのカメラマンちょっとやってくれてる人もちょっとあれだから、お邪魔します。今日はあの玉袋選手にあのカメラマンやってもらいます。じゃあ玉袋ってちょっと言われてる。カメラマンいないからちょっと武田カメラマンやってよって自分の感想動画のカメラマン。いやでも武田どうだった試合。僕は階級同じですもんね。もうそうだよ。まあでもね、俺も武田もあんまそこら辺切れるものは絶対ないですね。全然全くないです僕は。あの大地とかはさ、阿部大地とかは一時期さやるかもしれないってなったじゃん。めっちゃ怖かったで。でもその時大地はもう身内だろうがなんだろうがさ、やっぱりやるって決めたらもう一切も連絡も絶対取れないし、喋ることもないと思う。ないです。そんぐらいなんか徹底してるっていうか、あのピリピリ具合すごいじゃん、うん、でも僕もまあ、こういう試合いざ決まったらスグルさんと、うん、こ
こういう関係性は多分一時的になくなると思う。いやもちろんそれはそれはそうです。試合だから俺それこそそれは俺も試合もしも決まって会っちゃったら、うん、俺感情とも入っちゃうもん。なんかうって多分なんかいろいろ迷いが出てきてしまうから、うん、俺もだからその飯田立夫ってやった時俺ほんと仲良かったからさ、はい、決まった瞬間に連絡取んないし、うん、あの連絡取ることあるとしたら俺後輩をマネージャーって言って間接的に取らせてし、うん、自分が直接関わらないよ、ね、そうそうそう、それが普通じゃないですか。まあ、それはプロとしてねあれかもし、うん、絶対だって俺試合の前日とかの計量の日も一切しゃべよろしくも言ってない。あマジですか。うん、だってそれすら俺多分気持ちがどっか迷い出てしまうと思ったから、うんうん、一切仕方だったけど、まあ、そこはそうで決まったら、それは決まったらみんな同じだと思いますね、うん、ファンもさ決まってんのにさニコニコ一緒にいるのをさ見たら最悪じゃん。最悪です。最悪こいつらってさ終わって勝っても負けてもどっちがありがとうございましたって、うん、僕は絶対戻れる自信がある。それはいいけど、うん、やっぱり前にやっちゃうと見てる人にも失礼、ね、盛り上がらないですねやっぱり。だってしかもそんなことしてたら八百長とかって思われるしかないじゃないですか。そうそうそう、しょうがないそれは。八百長じゃなくてもさ、うん、まあそんな感じっすね。まあいずれいっそ武田とはやるかもしれないけどその時よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな感じでちょっと玉袋をちょっと直してください。よし、武田って呼んでください。じゃあ、 玉袋切ってきて。はい。